天国でしょうか、地獄でしょうか。人は皆、幸せに生きることを願います。そのため、たくさんの努力をします。しかし、どんな生き方をしようと、私たちは皆、死を迎えます。でも、死んだからといって、それで終わりではありません。裁きが待っていて、天国、または地獄に行くようになります。天国に行く人は、悲しみや苦しみのない美しいところで永久に幸せに生き、地獄に行く人は、恐ろしい炎の中で永久に苦しみます。あなたは、どちらへ行くことになるでしょうか？天国でしょうか？地獄でしょうか？数分だけ時間を費やして、この動画を見てください。あなたの人生を変える驚くべき真理に目覚めることでしょう。この世界は誰が作ったのでしょうか？はじめに神様は天と地とを創造されました。神様はこの世のすべてのものをお作りになりました。神様は昼と夜、天と地と海を作られました。そして地の上に植物を芽生えさせ、大空には太陽と月と星を作られました。また神様は海の魚、空の鳥、そして地上の動物をお作りになりました。神様はなぜ人間を作られたのでしょうか？神様は人間を男と女に作られました。神様はなぜ彼らを作られたのでしょうか？それは互いに愛し合うためです。神様は彼らをとても愛され、大いに祝福されました。彼らはどんな罪を犯したのでしょうか？神様は男、アダムにこう仰せられました。園のどの木の実も思いのまま食べてよい。しかし、善悪を知る木からは、取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。そこで蛇に装った悪魔サタンが女エヴァに現れ、善悪を知る木の実を食べるとあなたは神のようになる。と誘惑しました。誘惑に負けてしまったエヴァはその実を食べ、アダムにも与えたので、彼も食べました。アダムとエヴァはどうなったのでしょうか？神様は彼らに罰を与えられました。エヴァには、あなたは子供を産むときに大いに苦しみ、夫があなたを支配することになる。アダムには、あなたは死ぬまで顔に汗を流して糧を得、土から取られたので、ついには土に帰る。と語られました。神様は革の衣を作り、アダムとエヴァにそれを着せられて、永久に暮らすはずだったエデンの園から追い出されました。神様はなぜ彼らを罰せられたのでしょうか？彼らはただ果物をいくつか取って食べただけなのに、神様はなぜそんなに厳しい罰を与えられたのでしょうか？それは
彼らが神様の命令に逆らい、サタンの言葉に従ったからです。彼らがサタンに従った瞬間、サタンが彼らの中に入りました。サタンは彼らの王となり、彼らはサタンの奴隷となって、サタンのように考え行動し、語り始めました。彼らはサタンの心を抱くようになったのです。これを罪性と言います。このように罪で汚れた人間は、聖なる神様と一緒に住むことができません。神様が彼らを愛しながらも追い出されたのは、こうした理由からでした。私たちも罪人でしょうか。罪人はどうなるのでしょうか。それでは、私たちも罪人でしょうか。そうです。私たちは皆罪人です。私たちはアダムとエバの子孫であり、彼らから譲り受けた罪性を持っています。私たちは生まれながらにして罪性を持ち、日々罪を犯しながら生きています。このように生きて罪を犯したまま死ねば、裁きを受けて地獄に落ちてしまうようになります。地獄はどんなところでしょうか。地獄は言葉で言い表せないほど恐ろしいところです。そこは神様に逆らったサタンとその使いたちを入れようと神様が作られたところで、サタンの誘惑に落ちて罪を犯した人間もそこに投げ込まれます。地獄は硫黄の燃える火の池です。そこでは人々を食う鞭が尽きることなく、また火も消えることがなく、すべては塩につけられるように火によってつけられるのです。燃え上がる炎の中で喉が渇いても舌を冷やすことができません。一度この地獄に投げ込まれたら、その後どんなに罪を悔い改めても時はすでに遅いのです。激しい苦しみの中で悲鳴を上げ、死にたくても死ぬことができず、永遠に燃える炎の中で苦しまなければなりません。では天国はどんなところでしょうか。天国は神様とイエス様と共に永遠に幸せに生きるところです。そこはあらゆる金銀宝石で飾られていて、水晶のように輝く命の水の川が流れ、川のほとりには命の木があり、毎月実ができます。呪いや悲しみがなく、神様の光でいつも照らされるので、夜もありません。神様とイエス様に直接会い、使えます。ところが、この天国には誰もが入れるわけではありません。イエス様の命の書物に書き記されている人のみが入れるのです。人々は地獄に行かず、天国に行くために何をするのでしょうか。人々は地獄に落ちることを恐れます。そのため、地獄に行かず天国に行こうと様々なことをします。慈善団体にお金を寄付したり、哀れな人々を助けるなどの善行をします。また、瞑想や苦行などの修行をしたり、様々な宗教活動を行ったりもします。しかし、これらすべてを行うとしても、罪を拭い去り、天国へ入ることはできません。では、どのようにして罪が許されたのでしょうか。
昔神様は罪を犯した人々に生涯祭を捧げるようにしました。血を注ぎ出すことがなければ罪は許されないため、代わりに獣の血によって罪が贖われるようにしたのです。罪を犯した人は、傷のない牛や子ヤギ、羊などを連れ出して、頭に手を置き、ほふった後、その血を聖書に振りかけ、体は切り裂いて燃やすことで、その罪が許されました。ところが、人々は次第に心から悔い改めることをせず、その儀式は形式的なものとなっていき、ついには神様に忌み嫌われるようになりました。この獣による生涯祭は、究極的な解決策にはなれませんでした。神様にはどのような計画があったのでしょうか。神様は驚くべき罪贖いの生贄をこの世にお与えになりました。神様の一人子、イエス・キリストがこの世に来られたのです。その方は聖霊によって身ごもられ、処女マリアから生まれました。その方は福音を教え、多くの奇跡を行いました。イエス様ご自身は、罪のない方でしたが、すべての人間の罪を代わりに背負われ、十字架で血を流されつつ処刑されました。こうして私たちはイエス様の血潮によって罪が贖われ、天国に行ける道が開かれたのです。その後、イエス様はどうなったのでしょうか。死なれたイエス様は葬られて3日後によみがえられました。その後40日間神様の国について語られた後、弟子たちが見守っている中、天に上げられ、今は神様の右の座についておられています。そしていつかはこの世を裁かれるため、再び来られると約束されました。その確かな時は誰にもわかりませんが、早く来られるとされました。では、私はどうすればいいのでしょうか。ヨハネの福音書1章12節に、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったとあります。ですから、誰でもイエス様を信じて受け入れれば、神様の子供になれ、神様を父と呼ぶことができます。神様は、その人々を守ってくださいます。では、イエス様を受け入れるためには、どうすればいいでしょうか。イエス様を心から信じて、イエス様があなたの主人であると心から告白することです。そうすれば、イエス様はあなたの中にとどまり、あなたの主人となられます。そして、あなたは神様の子供となり、天国で永遠に幸せに生きることができます。イエス様は今この瞬間にもあなたの戸の前に立って、あなたが戸を開いて迎え入れることを待っておられます。受け入れの祈り、これはイエス様をあなたの救い主として受け入れるための重要なお祈りです。声に出して心から祈ってください。神様、私は罪人です。今まで何のために生きているのかわからないまま、たくさんの罪を犯しながら生きてきました。
今ようやくイエス様が私のすべての罪を代わりに背負われ、十字架で血を流されながら死なれたことを知りました。私のすべての罪を悔い改めますので、イエス様の血潮でその罪を清めてください。私を救われたイエス様、ありがとうございます。今私は心の戸を開いて、イエス様を私の主人として受け入れます。これから永久にイエス様に従い仕えます。私を導かれ、私を主が願われる人に作り変えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。では、これからどうすればいいのでしょうか。おめでとうございます。今、あなたのすべての罪は許され、あなたは神様の子供となりました。また、あなたの名前が命の書物に書き記され、天国で永遠に生きるようになりました。ところが、天国へ向かう道には、邪魔をするものがあります。それは、アダムとエバを堕落に落とさせた敵、サタンの勢力です。悪魔サタンは、神様の子供となった私たちを、再び罪に陥れようと、あらゆる方法で誘惑します。弱い人間は、一人ではその誘惑に負けてしまいがちです。それで、救われた人々は、一緒に集まって、共に進まなければなりません。共に神様の御言葉を学び、学んだ御言葉に従って、祈り合い、愛し合って、サタンの世界とは区別された人生を生きなければなりません。どこへ行けばいいのでしょうか。教会へ行けばいいのです。教会は、イエス様を信じる神様の子供たちが集まる信仰の共同体です。イエス・キリストを頭とし、すべての信徒がその体となって、共に進む共同体です。教会には、神様の御言葉があり、信徒の交わりがあります。聖霊様の驚くべき働きがあり、罪の贖いがあります。お祈りが答えられ、喜びの賛美があります。このように、教会に集まり、イエス様と一つの体となって、天国の希望を持って進むとき、私たちには、神様の祝福があふれるでしょう。